こんにちは、柴田です。今回はエドワーズのレスポールカスタムのレビューなんですけれども、バイナビゲーター時代のレアな一本です。皆さんエドワーズはご存知かと思うんですけれども、 ESP の系列ですね。そんな中でね、エドワーズなんですけれども、90年代初頭にバイナビゲーターという名義で作られてた時代があるんです。印泥も現在のものと違くて、裏にはバイナビゲーターと。この頃のエドワーズは非常に作りがいいと言われていて、一部のマニアの方もですね、このバイナビゲーターをねめちゃめちゃ探してるそうですよ。このバイ何々っていうとバイ・ギブソンを思い出しますよね。オービルの、まさにね、そのオービル・バイ・ギブソンを意識して作っていたんじゃないかなというところで、このヘッドの形ちょっとピョーンってなってるんですけど、これがねオービル・バイ・ギブソンにそっくりなんです。これはね、重量はねそんな重くなくて、バランスがめちゃめちゃいいです。ネックはね割と細め、塗装もねもう30年以上経ってるものなので、いい感じに焼けた具合があって、当時ものはやっぱパーツがねいいっすね。しっかりしてますね。まだねこの頃はダンカーのピックアップじゃなくてオリジナルのピックアップなんです。ナビゲーターオリジナルのピックアップが乗っかってるというような話ではあるんですけど、まあ物によって違うそうなのでちょっと定かではないですね。指板はねローズウッドになっております。ではちょっと生音鳴らしてみます。ギブソンというよりもやっぱ国産よりっすね。ではクリーンから鳴らしていきます。リア、まあ国産っぽいっすよね。東海とかグレコそっちよりっすね。カラッとしてて、ギブソンみたいにドスンとしてるよりかはこう抜けがいい。このカラッとした感じ、まあ、ピックアップはね強くもなく弱くもなくちょうどいい。してるし、結構枯れてる感出てますね。まあ、90年代のものにしてはいい感じの枯れ方ではないでしょうか。で続いてドライブです。ちょっとボリューム絞って、雰囲気ありますね。まあ、エドワーズはね近年のものもね非常に素晴らしいんですけれども、特にエドワーズの中でもいいよと言われているのがこのバイナビゲーター時代のものです。で現代のものとねそんなにね変わらない値段で中古相場動いているので、割とお得なんじゃないかなというふうなところでございます。
今ね新品でねエドワーズねめっちゃ上がったんで165とかですね16万超えてますもんね。中古でちょっと古めのエドワーズとかいいんじゃないでしょうか。ぜひぜひ見かけたら試走してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。おはようございます。